ひまわりが。いやーすごいかわいい。やっぱりね、ひまわりとかでこういう緑がいっぱいのところでスペースが広いとこじゃないとまず育たないから、だから東京だとあんま見かけないしね。あーいいね、ここシソ畑なんだって。私シソ大好きなんだけど。下の方にあのいつものシソの葉っぱのこんな感じ。へえ、イメージが全然わからなかったけどこれなのかな。でもね、これってね、コスモスも入ってるからコスモスなのかなと思ったり。すごい、見分けがつかない。わかんない。あ、こんなところに手すき橋とかって書いてあるんだけど、ちょっと行ってみる？もしかしたらいい半紙が手に入るかもしれない。こんにちは。わあすごい、いっぱいあるよ。うわすごい、すごいよこれ見て。いやー、これって何、全部手作りなのかな。すごいカラフル、いっぱいある。すごい、和紙はすごいね。すごい、ほら柄とかもついてるのもあるし、ほらほらお花柄とか、これ凝ってる、すごいね。これほら、ここにあるものっていうのは全部一枚一枚手作りで作ってあるんですか、こういう。そう、こういうのはね、あの一枚ずつね、手すき和紙って言いましてね、はい、こういうのは型にはめてね、こうしてすぐすくんですよ。で材料としたらね、香道という木の皮が原料になってるんです。はい。これはまた特殊なあのやり方でね、はい、これはおばちゃんがすいてくれてるんですけど、はい、これは生の花でもね色が変わらない、いつまでたっても変わらない。でカードに使ってもらったりできるんですし、額に入れてもらってもいけますしね。素敵、はい、こういうのは一応こういう紙にすきまして、はい、ほんで人は酒に酔わず良き友に酔うというか、これはこういう金型をポンと上に置いて、はい、そしてまたこれ流し込んでそれを上げたらこの浮き出てくるような感じになったりするんです。あ、これはじゃあ手で描いてるわけじゃなくて、これは型紙があるの、金型入れてね、それをポンとおの上に乗せて、はい、わーすごい。こういうのは全部手書きで、はい、ちゃんとした作家がね描いてますし、はい、かわいい。こういう絵はこれはですね、一番新しいあの技術言うとおかしいんですが、はい、これはちょっと今のところはね秘密になってるの。秘密なんですね。こういうのはねすごくね、すごいですよね。うわ、これはねこういったものにね、すごい。これこれだけでね全部額に入れてみたりいろいろできるんですけど、こういうのも。かわいい、これすごいね、はい、そうそうそう、ですからこれは手間かかってるんでね、すごいかかってますよね、結構値段がまあ
高い2000円なんもしますけどね。いやーすごい、はい、綺麗でしょ。綺麗ですね、はい、こう自分で実際にこの紙を作ってみることってできますか、うん、そうそう今日はね、はい、あの向こうに用意しておりますからねできるんですけど、はいはい、あ、ありがとうございます。大きいのはちょっと、はい、あの最初でしたら難しいですから、はい、色紙ぐらいの大きさをすいてもらいますからね。 ありがとうございます、はい、じゃあチャレンジ、はい、チャレンジしてください。はい、ありがとうございます、はい、よいしょ。コードという木があるんですけどね、はい、木はね、コードの木はね、そこに植えておりますし、あの木がコードの木なんですよ、あれがね。で、三つ股って言いましたら、それが全部三つ股なんです。でそれのキノコの皮が原料になる。ここにこうしていろいろと自分で選んでいただいて、はい、一番いいのはこの下のようなね、この感じを少し鳴らしてもらってしてもらったらものすごい出来上がりができますが、わ、まあ、適当に自分が入れたいなと思うのをこの中から選んでください。どうしよう、モミジ？やっぱり秋だからね、こういうのを入れてみたら、こういう感じ？それに入れるとね、すごくいいのができるんですよ。でもシダなんか、じゃあ、まあ、モミジも入れていただいてね。あ、もう秋っぽくモミジを入れようかなと思ったんですけど。そうそうそう、この端と端にこう入れてみたり、はい、こういう感じ。はい、そこへとりあえず置いていただいて、はい、そしてね、まあ、名前としたらね、これがスケソウって言って、これスゲタって言うんですよ、はい、はい、それで持ってくださいね、はい、でもしこれが飛んだとしても乾いたら綺麗にめくれますからね、はい、いいですか、はい、いっぺんやってみますよ、はい、あ、しっかり持ってきてね、はい、はい、そして、はい、離しますよ、はい、一人でやってみてくださいよ、離すよ、はい、はい、そう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 、はい、そうですね、はい、もう一度、はい、はい、そして離しますよ、はい、はい、一人でやってください、そう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 、はい、もう一度、はい、はい、ね、はい、離しますよ、はい、何回かすることによってだんだん熱い紙になっていきますから、もう一度な捨てて一人でやってみてください、そう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 、あ、そう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 、はいはいはい、はい、ちょっと持っててくださいよ、でこの余った分をポンと、はい、はい、ほな離してください、はい、それでね、ちょっとあこ水汲んでありますか、あこ手つけて洗ってみてください、はい、じゃあここにタオルありますから拭いてください、はい、ここへ自分の好きな絵に並べてください、はい、ここにそう、ちょっと押さえてもらったら飛んでいく、こんな感じで、はい、そしてこれをこんな感じ、こんな感じかな、あともうちょっと足してもいいですか、どう足してください、結構意外に広かった、はいもう一枚またね、やってくれはったらいいから、はい、この赤赤のもみじ、はい、はい、それが、はい、そして、はい、いっぱい組んでね、はい、置いたとこだけかけてちょうだい、置いたとこだけ、置いたとこだけ、うん、バサーと、そうそうそう、また向こうの方もバサー、そうそうそう、もう一回やってくれる、はい、そう、はい、はい、こっちがいってくる、でこことここと持って、はい、思い切り押さえなくていいし軽くでいいですからね、
ね、ここ持ってもらってね、これをめくるためにね、このこことね、ここのところね、思いっきり拭いてください。バッと近づけて、もっと本当はですね、要領が分かれば、あれ、はい、そっちが頑張れ頑張れここのとこめが開けて、もっと音はええだけどな一回失敗したらもうできないの、こうしてね、だいできるんだけど、おかしい、もう一回こっち、こっちとこっちとやったらやってごらん、はい、もうできないわ、はい、ダメだ、はい、そしたらこれとこれと持って、はい、これ持ってください、はい、はい、めくっていってください、そう、上上げてください、そう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 、ほらほらほら、そんな綺麗にできた、すごい、はい、それをですね、こっち側へそのまま引っ付けてください、このまま、うん、そのまま、はい、そう、はい、今度はこれを持って、はい、斜めに斜めにって言って、まあ、やってください、そうそうそう、そう、また向こうも斜めに、斜めに、そうそうそう、そう、ほら、そんな綺麗にできた、それで完成です、あー、すごい、はい、10分もしたらできます、すごいです。ではいつもの1枚をドキドキするな、すごい緊張しました、すごい、わです、できました、かすりのね、こんな感じもね、すごくいい感じに出てるからね、そうですね、はい、普通のあの習字の半紙だとなかなかこういうかすれって出ないですよね、そうそう、ね、はい、いやすごい、すごい、もう自分で刷ってね、はい、自分で描いたいのはすごいわね、もう世界にただ一つだけ、一枚だけ、はい、できました、雲はふわふわです。もうふわふわなんじゃないです。ふわふわ。はい。恥ずかしい。はい。さあ、続いて三千院やってまいりましたよ。なんかね、結構本当。お寺巡りの旅みたいな感じで、な、今日、あ、分かった、あれだ、京都大原三千院でしょ、あれ違う、合ってるよね、でもその続きは分からないうにゃらうにゃうにゃにゃ分からないやっぱり階段はつきものだねひいひい、あ、すごい、お団子屋さんとかもある、みたらし団子、ここ、ここです、また入る前に階段、さあここは大丈夫でしょう、ほらほらほら、スイスイスイ、歩きやすい階段だわ、よしよし、よーん、じゃーん、あ、なんか参拝口もなんか団体と個人と分かれてる、じゃあ個人用で、すごい、自然環境と資源を大切にいや、すごい、
れます。よし、では参りましょう。すごい、これ1200年前から同じなのかな。この木とか全部変わってないのかな。だとしたらすごいと思うんだけど、ここまで持ってるってすごいな。私もこんな風に描けるようになりたいな。ちょっとね、あの私中学でも中学卒業して上京してきちゃったもんだから、高校生になったらこういう草書体というかその金文字が習えるんだったんだけど、でダメだったのね。中学までだったから。何これ、本当にこのまま残ってるんでしょ。明徳元年っていつだろう。明徳って何時代だ。こっちは慶応なんだけど、いつなんだ。8月。わあすごい。わあ、これはこの時代の頃の人が使ってた帯締めとか。すごい。わあすごいな。これなんだろう、これは何。何の動物なのかな。すごいいっぱいある。人間がいて、馬とか牛がいて、でね、あ、これ十二支。馬とか羊も奥にいるでしょ。ねえ、あれが鳥でしょ。鶏とかもいるし、あれじゃあ蛇かな。あの一匹だけ緑なんだ。なんかあ、ウサギもいるもんね。あれ、あれウサギだ。人間みたいな、これが猿なのかな。人間みたいなやつ、ほら、すごい。一応わからないのもあるけど、すごいね、いろんなもの。今度こっち側、あ、すごい、わ、すごい広い座敷が、ママが。見て見て見て、刀がある、刀、ほらすごい、薙刀だよ。薙刀の先っぽだね。 こんな長いの。え、すごい。ここにさらにだって薙刀だから、こう槍のようにこうあるわけでしょ。すごい、こんなのをこう、あれでしょ、あれ、あの人、牛若丸のと一緒にいた、あの弁慶だ、弁慶、弁慶が持ってたのって薙刀だよね。あったよね。これ足利尊氏の弟定吉に殺害されて、片身大塔宮村だ。すごい。森永親王ね、すごい。これ本当にすごいよ、全然錆びてない。すごいすごい、やっぱ腕のいいこう家事の人がやってたのかな。へえ、薙刀実盛像、鎌倉時代の銅製、すごいな。玉手箱みたいなのもあるし。すごい、これなんかあれ浦島太郎に出てきたの、ボーンって開けると
これうちの小槌みたいなのもあるし、ほらなんかすごい、あ、夏目だ。これあの茶道の道具でお茶の抹茶をしまっておくやつ、ね、こんな大きい夏目初めて見た。えらい方が使ってたみたい。すごいな。今何かが通った。今何かが。お茶席とかあるし、お抹茶とか、わあ、これお茶も飲める。すごい。いよいよ本堂です。こっからが。まだ本堂じゃなかったの。すごい広い。ではお参りします。死ぬまでのいろんな心の悩みや不安を守ってくれる、そういう不安から守ってくれるという如来様でした。いやすごい、なんかまたすごい雰囲気で、なんかすごい、本当になんかこういう、なんとも言えない、言葉では言い表せないようなこう心がね安らぐ感じ、何なんだろうね、不思議。でもなんかこうまたこう明日から頑張るぞみたいな気持ちがこう湧いてくる感じ、素敵。すごい、やっぱり広い。これはすごい、すごい、こんな大きい、あーすごい、うわーすごいね、すごいね。
見とれちゃう。なんかうるうるしてくるっていうか、すごい。これはあ、ここでもお参りをしていこうかな。よしよし、お参りお参り。よし、ではよし、はい、あ、今度は入りました。いやー、ほんとすごい。なんかあんなに大きい、なんかあれ仏様を見に行って、すごかったな。なんか修学旅行で奈良の大仏は大きいの見たことあるけどね、え、また全然違った。なんかこう声も出なくなるっていうか、こうはーって感じ。これ苔だったんだ。なんか全部緑だからなんか違和感なく来てしまったけど、そっか、芝生かと思った。すごい芝生がふさふさ生えてるなと思ったら苔だ。これすごい綺麗全然芝生なわけないよねいやー、すごい。なんかあのあれ、もののけ姫のあれみたい。あの苔がこうわーってあって、すごい。ほんと絨毯みたい。見て、黄金水の、黄金水じゃない、金色水だ。金色水福寿延命だって。このお水を飲めばいいのかな。これ口つけてもいいのかな。いただきます。これで寿命伸びたかななんて、はい、これちょっと残ってたの。ありがとうございます。よいしょ。やっぱりすごいな、すごい。なんか歴史を見たって感じいいね。これからなんか歴史をちゃんと勉強しようかな。よしよしよし。好きなアーティストは、あのこれはですね、 UK 系のロックの人なんですけど、あのオアシスっていう、バンドグループがいまして、もう私大好きなんです。やっぱりあのオアシスってあのすごい、あのビートルズに憧れて、あのオアシスっていうバンドを結成したんですよ。まあ、兄弟でやってるバンドなんですけど、あのね、やっぱりね、すごいキャッチーなメロディーがあるんだけど、でもそれがなんかこびてない感じで、で、すごいなんかルーズさの中にもなんかメロディーラインも引き立ってて、なんだろう、自然とこう惹かれていく感じ。なんか自分たちの音楽を追求しているんだけど、だけどなんか自然とそれが人をこう引きつける感じ。なんか行くとこまで行っちゃってる人とかもやっぱいるんだけど、そういうのとは違う。すごい聞いててなんか惹かれていくサウンドだし、あとあのリアムの歌声っていうのが他の人では絶対に歌えないような歌い方だし、声だしがもう本当に好きです。
こんにちは。どうも、あ、こんにちは。はい。失礼します。大変でしたでしょ。あ、いやでもすごく楽しくて、あの三千円の方に先行ってきたんですけど、はい。すごいなんかドキドキする。私占ってもらうの初めてなんですけど、なんかどこでもあの占いってやったことないんです。可愛い方ですね。ありがとうございます。サイン必要だよね。はい。いやすごいドキドキ。これはどういう風にして占うんですか？あの生年月日でだよね。はい、ああ。いろんなことがわかります。はい。何年までですか？西暦ですか、それとも昭和？あ、もちろん昭和です。昭和で、あ、昭和55年。55年。1月21です。冷え性は大丈夫？あ、冷え性です。ね、これ1月はね、はい、陰力が引っかかってるんです。あ、冷え性が多いんですよ。あ、そうなんですか、びっくり。だからね、運勢的にいけばね、はい、まあ、あの悪い運勢ね、運勢的にいけば、はい、変換って非常にここの賢い頭の切れる星なんです、ね。はあ、うん、嬉しい。非常に義理人情を心得た方で、はい、非常に賢い方です。あ、あの時々パッと言葉が荒くなる時あるんですけども、はい、実際は本当は心の優しい涙もろい方なの。そうなんですね。あ、はい、これです。そうですね、すぐなんかお仕事の方は、はい、変換、はい、変換、あの人に命令されるの嫌いなんです。そうなの。あの昔から結構あの自分が中心で頑張りたいっていう人、だから自分が対象にならんとあかんねん。だからあなたは、うん、あの人を支配する、命令する、こうしてください、ああしてください、命令する方がいいんですね、はい。あ、そうなんですか。ちょっとあのこうポンポンとおっしゃるけれども、実際心はものすごく優しいし、はい、すぐ涙がにじむと。あ、そうですね、そういう方ですね。そうですね、かなり涙ぼろい感じで。結構まだなんですよ。はい、ね、まだです。あの結婚の相手の方、はい、今いらっしゃらないでしょ。はい、正官、正大ってほしい。正真面目なおとなしい言い方です。あ、顔もまあ特別美人見らんっていうことはないけども悪くはないんです。あ、はい、あ、言い方なんです。正官と正大と星ですから、はい、この方です。だからこのご夫婦の間、ご夫婦ってまだ結婚なさってないけども、はい、ご夫婦の間は全然仲はいいんです。あ、よかった。これはもうあの恋愛の方が向いてますね。あ、恋愛で、恋愛をして結婚する方が。そうそう、ああ、よかった。お見合いが好きならお見合いでいいけど、あなたの場合は夫の星が1つ2つ3つ余計ついてますから。たくさん。だからお見合いよりも恋愛で行かれた方がいいと思いますね。ああ、ありがとうございます。よかった。可愛い方です ね、 ね、ありがとうございます。今年でまだ22歳。22です。はい。これからの人生は、はい、この22、23いいんです、運勢的に。あ、ありがとうございます。はい。それから、まあ結婚になってくると、はい、6ではちょっと早いし、8から以後になるんですね。あ、8、9、10、10ってことは30のことですよね。はい。30、31頃、この間ですね、結婚は。30から31。30か31頃が、あなたの結婚にそれで向いてるんですね。あー、そうですか。なるほど。これからの運勢は変換から陰順に向かっていきますと、はい、陰順と星は吉の絵星なんですから、はい、これから運勢どん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 と上向いていきます。ちょっとペケもそれありますよ。はい、ありますけれども、はい、もう運勢的には最高。あー、本当ですか？嬉しい。喜んでくれたって嬉しい。あ、すごい嬉しいです。なんか、あの本当 に、はい、何か聞きたいことがございましたら何でもおっしゃってください。あ、本当ですか。あの実はあのこの秋、あの初めてあのライブツアーといって、あの
あのコンサートを、うん、あの東京、いつも東京だけだったんですけど、大阪とか名古屋とか、うん、あの他の、あの地方でもやるようになったんですよ。で、あの1000人以上のすごい大きなところでやったりするので、今年はね、はい、20と5台とええ音声ですから、はい、心配ないです。本当ですか？もうすごく、あの初めてそういう大きいところでやるんで、これと、はい、でこの5台のところが20まで来てます。わ、今年と来年音声いいです。本当ですか？これは活躍してくださいよ。あ、本当ですか？お仕事運もじゃあ今年も来年も何でもいいんですよね。あ、例年の方はちょっとこう少し遅れますから。ちょっと遅れ、わかりました。結論は、結婚は31か2ぐらいになると思います。はい、31か2ぐらいに結婚なさると思いますね、はい、あのでもまあ、あの幸せな運勢持っていらっしゃるし、はい、割り方、あの人の上に立つ星だから、はい、割に成功率早いです。あ、本当ですか？うわ、うれしい。実際に可愛いお方やな。ありがとうございます。え、じゃあその素敵な方にはその30か31までにはどこかで巡り合える？うん、そういう可能性あります。これは男性の星が3つも出てるからね、はい、あの恋愛の方が向いてるんです。あ、はい、いや恋愛嫌やったよ、他のに。恋愛の方がいいでしょ。そうですね。素敵な人ができればいいですね。はい、今いらっしゃらないの？ああ、今はちょっといないんですけど。残念です。はい、じゃあこれからめぐり合う、あの一つ頑張っていけば運勢いいから、はい、どんどんあの上がっていきます。はい、それはペケはそれはありますけどね、はい、大体運勢の方が丸が多いですから、はい、の運勢は徐々に上がっていきますから大丈夫。はい、安心して頑張ってください。頑張ります。ね、こういう世界はライバルも多いですから、はい、気をつけてね。はい、わかりました。はい、頑張ります。他に何か聞きたいことございましたらどうぞおっしゃってください。あと、あの天中殺はついでに申し上げておきますが、はいはい、6月と7月、6月と7月、これ、まあ、もしこの時に、はい、あの家を建てようとか、はい、結婚式しようとか、はい、何か事業を起こそうかという時は、はい、全然やめてくださいよ。あ、6月と7月はダメ。ダメってことないけど、はい、あのこれ天中殺、あ、細木和子さんはこうおっしゃってますけども、まあ、イコール一緒なんですよ、殺すっていう字がついてるから。あ、うん、だからこういう時にはあなたが家を建てようとか、はい、あるいは何か事業をやりたい、はい、という時は避けていただきたい。あ、なるほど。もちろん結婚も、恋愛はよろしいけど結婚を下げてくださいよ。はい、あの時結婚したらまた離婚しますから。そうなんですか？はい、これですからね。覚えておきます。覚えておいてくださいよ。はい、熱い自分ですよ。はい、わ、うん、かりました。健康の方はもう別にどこもどうもないんですけど、皮膚は大丈夫ですか？あ、私弱いんです。弱いですよ、はい、皮膚ちょっと出てますよ。これ土が3つ出てます。ちょっと土のとこ見てください。はい、皮膚で書いてませんか？あ、本当だ。胃とか胃腸はまだ、でも胃がやっぱりこうちょっと弱いっていうのはありますけど。土だからここ見てください。土は皮膚、土が3つも出てますから。はい、やっぱ皮膚がやっぱ弱いっていうのは。あなたの一番大事なのは声なんでしょ？はい、声です。声は気をつけてください。おかじ引かないようにこう、これもちょっと丸がついてますから。あ、じゃあ気をつけます。呼吸器とか喉ね。そこはあのおかじめさないように気をつけてほしいんです。はい。うん、それから他に何が聞きたいの？おっしゃって。ご主人。あなたのご主人ここよ。そう。性格で見てみようか。大丈夫かな、さっき。すごい。銀行員、教師、サラリーマンとか、すごい。とか、いろいろ。ボスとかここ。真面目ないい旦那さんです。真面目人間って書いて、真面目な言い方です。家庭思いの、あ、いいですね。私そういう人がいいです。いい旦那さんがちゃんと続いてますよ。はい、運勢的にはもう男まさにしっかりしてはるんです。賢いわ。うん、ありがとうございます。賢い男まさにはしっかりしてはるんです。そうですね。でポンと言うんでしょ。おっしゃるけれどもね、気は、や、本当の心はそんなに悪いことないのよ。はい、優しいよ、うん、優しいし、すぐ涙が滲むという。
ね、ありがとうございました。はい、他に何か聞きたいことございましたらご遠慮なくおっしゃってください大丈夫です、はい、ありがとうございました。ちょっと写真写して。電車に乗るのは好きです。あのまあ乗ってずっと立ってなきゃいけないとかなると大変かもしれないから、ちょっとできれば座れればいいななんて思うけれども、でも電車に乗ること自体はすごい好きです。流れている。うわーすごい。え、川を見ながら涼みながらご飯を食べられる。なんて素敵なんでしょう。それがね一番ね川も素敵。本当涼しいし、あ、京都の夜にはぴったり持ってこいって感じ。ついてるんですね。これを少し5回ぐらい、そしたらお花みたいに咲いてきますので。あ、本当だ。一番の食べ頃です。ここですね、はい、うわー美味しそう。ではいただきます。感動、幸せ。お腹が空いてるからいっぱい食べちゃう。つたけの方を入れていただくとまたそれの風味が出ますんで、はい、いやーじゃあこれを入れて、うん、これを入れていただいてる間にまたハモを召し上がってください。はい、これはい、もう大丈夫ですね。はい、じゃあ松茸も食べて。松茸だって、松茸。これは早くも松茸を食べてしまいます。今年一番最初の松茸。うん、こちらの方が鮎の収益の方になってます。はい、あ、これはで、後串の方が賀茂なす田楽。おいしい。もう何言ってもおいしいとかしか言わなくてごめんね。本当に美味しいんだもんだって。もっと他の言葉を探したいけど見つからないよっていうぐらい美味しいの。最高だねこれ。詰まる。あ、おいしい。おいしい。すごい楽しかった。大満足。なんかこれで帰るのがすごい寂しいって感じ。
いや、それは東京へ戻りますねえ、やっぱね、あとはたまにこういう風な感じで癒されに行きたい、うん、一番心に残ったところ、いやもう全部良かったからな。でもな、やっぱり三千院はすごかった。私なんか本当にあの中に入っていろんなそのものを見て、なんか本当になんか泣けてきたもん。なんか本当に本当よ、そういうなんか変な意味じゃなくて、なんかね本当にジーンってなんかじわーってなんか目尻が熱くなって、なんかわかんないんだけど、なんでな、不思議なの、なんかね、なんか泣けてきた感じだし、なんかそれってなんかこうご先祖様のこうなんていうの、こう伝えたいものっていうか、なんかその残したものがなんかこう呼んでるのかなっていうか、なんかねすごく不思議な感じだったの。これは一体人しかわかんないかもしれないけどね、なんて本当なんか一泊二日で、あれだけ行けるってなると、もっともっとなんかゆっくりできるのかなって思ったりしたら、そうでもなかった、全然だった。すごいずっとなんか走っていたような、急いでいたようなイメージがある最後に、あれは舞妓さんだ、すごい、するまで前までは結構普通のトーンだろうと思っていたのに、声優さんのお仕事をするようになってから私の声って低いって思うようになりました歌ってる時の声はやっぱ4歳5歳の時から歌をずっと、まあ、演歌の方をやってた関係もあって、やっぱり演歌って大人っぽい歌を歌わなきゃいけないから、小さい子でもやっぱりそういう世界観に入ると低い声で歌うっていう習慣がついていて、大人になっちゃうっていう、大人モードに切り替わるっていうのをその時に身につけたらしくって、歌ってる時は私は5歳ぐらいはいつも上の女性のつもりで歌ってはいたんだけれども、普段の話し声までまさかそこまで低いとは思っていなくて周りの声優さんとか、かわいい、おはようございますとか言う人とかいたりするので、あー私って普通におはようございますとか言うと、あー全然低い、かわいくないとか思ったりして、でもかといって作ってもなんかぶりっ子みたいだし嫌だし、だからもう私はそのままでいようみたいな感じで思ってて、声優さんの声を聞いた時ももうびっくりしましたもう本当に声優のアフレコを、まあ初めてゲームの
デビュー作がノエル・ラ・ネイジュというゲームだったんですけど、そのゲームの声を、アフレコして録音して、それを製品版のゲームになった時に自分で実際にプレイしてみたら、可愛くないかもしれない、一生懸命やったのにな、なんて反省しながらやってた覚えがあります。てな感じで、じゃあ最後に7いきます。本当に久しぶりはい、愛の宝庫です。これはですね、なぜこの言葉にしたかというと、本当にここの土地に来て、まあ、2日間しかいなかったんだけど、やっぱりすごいみんなあったかい人たちばっかりで、どこに行ってもなんか優しく声をかけてくださって、本当なんか人と人とのなんかつながりがすごく深い町だなと思って、なんかそこにはすごい愛があるなと、愛があふれてるなと思って、その愛で愛がすごいたくさん詰まった町ということで、愛の宝庫という文字にしてみました。で、本当はこの愛という字を愛ってひらがなかカタカナにしたかったんだけど、ちょっと文字数の関係で、こういう風に漢字にさせていただきました。ひらがなやカタカナになぜしたかったかっていうと、まあ、触れ合いの愛とか、もちろんそのこの漢字の愛、愛情の愛、人間愛っていうことで愛っていうこともあるし、自分っていう意味の愛、なんかいろんな意味を込めてこの言葉にしました。はい、いかがでしょう。